役場、図書館バス停にて、聖火クルリンバスは、京都府相良郡聖火町が運行する、コミュニティバス。2005年3月3日より、運行開始。放送の駅を奇襲点として、町内北部を循環する、北ルート、放送の駅西口と、近鉄京都線山田川駅を町内南部を大回りして結ぶ、南ルートの2路線が運行されている。聖火町が設置する、 公共交通会議によれば、高齢者や交通弱者の足として、公益性の高い施設を結び、地域交流の促進を図り、福祉を増進するコミュニティバスと定義づけられている。奈良交通平常営業所が運行受託している。当初は NC バス郡山営業所に運行委託していたが、2007年11月1日より移管された。運賃は100円均一。 未就学児は無料。毎日運行だが、年末年始の12月29日から1月3日までは運休。運賃が定額に抑えられているため、障害者や高齢者などに対する割引制度はない。前乗り先払い後と折り方式となっている。奈良交通の交通系 IC カード CICA は利用できないが、奈良交通に移管された2007年11月1日より、 専用回数券が発売され利用可能となった。専用回数券は11枚綴りで1000円、クルリンバス車内及び奈良交通バス案内所で販売している。2021年4月27日より IC カードがご利用いただけます。CICA、ピタッパ、イコーカ、キーティーカ、パスボ、スイカ、マニカ、トウイカ、ハヤカケン、ニモカ、シュゴカご利用方法上謝辞。 生産用読み取り機にカードをタッチしてお乗りください。降車時、そのままお降りください。コミュニティバスとしては珍しく社外広告を募集しており、京都銀行や南都銀行、京都広市学館高等学校など、沿線の企業や学校、病院や福祉施設などの協賛を得て、運行経費の確保に努めている。停留所ポールは、クルリン、バスオリジナルデザインのものを使用している。 同じ平路営業所が運行受託する、隣接する木津川市の木のつばすと違い、既存の奈良交通の路線バスとは異なる路線が設定されており、停留所名も既存停留所と同一の場所であっても、異なる名称を採用していることが多い。停留所名も、スーパーフレスコ前、アピタ港南前など、近辺の民間商業施設名を採用するなど、 公営コミュニティバスとしては柔軟な対応が見られる。また車内では沿線の催し物を案内するなどのサービスを行っている。沿線にはニュータウンや関西文化学術研究都市があり、多くの区間で奈良交通の路線が並行して走るものの、奈良交通より運賃が安いこともあって、町民からはクルリンバス増便を求める声が高い。 同じ車両が、北ルート南ルート、南ルート北ルートと連続して運行する際には、放送の駅に口で、時間調整のため数分間停車するが、そのまま乗り継ぐことができる。車両は、奈良交通カラーの車両の正面に、聖火クルリンバスの幕を、車体横の広告欄に表示をそれぞれ掲示している。その後、聖火町広報キャラクター、 京町聖火などがラッピングされたいすずるが、日のレインボー HR が専用車両として登場し運行されている。なお、聖火クルリンバスの情報を案内し、聖火公共交通ニュースにも京町聖火が登場する。ありがとうございます。